きの声？まさか、まさか。いやー、ありえない。あいつは俺の目の前で粉々に。なら、この声は。お前、マジふざけんなよ。出発時間くらい確認しとけよ。暗言かお前は。夜桜様、暗言様を侮辱する発言は。そうよ、他人を侮辱するなんて6名王としてなってないわね。侮辱じゃねえ、真実と現状をそのまま話したまでだ。まあ、よかったじゃない、間に合ったんだから。本当、冥界時間と幻想上時間の誤差くらい把握しとけよ。そこは夜桜6名王も把握してなかったんだから、おあいこでしょう。知ってる奴が忘れてたんだから、おあいこじゃねえよ。もう、また子供みたいなことを。道影、やっぱり道影。なんでお前が。いや、それは俺のセリフだ。なんで要がここにいるんだよ。おいおい、はは、夢みたいだ。まさかここでまたお前と会えるなんてな。カムイ、私たちは先に行きましょう。一体どういう。聖伝の友人よ。なるほど。すまない、取り乱した。どんな形であれ、またお前と会えて嬉しいよ、道影。は、気持ち悪いな。って言いたいところだが、俺もお前に会えて嬉しいよ、カナメ。元気そうで何よりだ。久しぶりね、煉獄。白霊の巫女、あなたも来ていたのですね。まあね、ちょっと今回の騒動に顔見知りがいてね。相変わらず異変に巻き込まれやすい体質なのね。そういうあんたはなんでわざわざ幻想郷まで来たのよ。私は6名王の一人が今回の七王の魔女にやられたから、第一王の私が来ることになったの。へえ、あなたが第一王に就任したんだ、おめでとう。って言っていいのかわからないけど、よかったわね。いいわよ、いずれ私は絶よりも優秀な第一王になるから。そういえば道影、なんでお前がこんなところにいるんだ。死んだよな。ああ、だから今は6名王としてここにいるんだ。6名王、そういえば、絶さんが消滅したんだから6名王も一人空白ができてたんだよね。ああ、でもその席にまさか道影が座るとは思わなかった。まあ、柄じゃないのは俺も自覚はある。なんなら後ろにいるカムイの方が6名王にかなり向いているよ。そうだ、その後ろにいる人は誰なんだ。ああ、俺の助手のカムイだ。俺の仕事のサポートをやってくれてる。どうも、夜桜6名王の助手をやっております、カムイと申します。俺はヒイラギカナメ、道影の聖伝からの友人なんだ。それで。私はカナメくんの恋人をやっております、七王かと申します。それはわざわざ言わなくても。おい待て、ちょっと聞き逃せないワードが聞こえたぞ。おい、お前、あのウカって子と付き合ってんのか。あ、もう半年以上前に付き合ってるし、同居もしている。なんだとぉー。てめえ、何一人だけリア充になってんだ。俺が死んで6名王になっていろいろ大変だった時に。てめえは言って、女作って、今ではアイノスで仲良く愛を育んでたってわけですかい。俺はお前をリア充にするために冥界で手伝ったわけじゃねえんだよ。落ち着け、別に言ってたら恋愛の一つくらいするだろ。はぁ、彼女がいる奴は言うことが違うねえ。俺は生まれて死ぬまで18年。そして死んでから約1年。彼女の彼女も縁はなかったよ、畜生。まあ、俺も確かになかったな。カナメ、お前死んだら冥界で奴隷のようにこき使ってやるからな。大名、リア充を6名王に見せつけた。特権乱用もいいところだな、おい。はぁ、もう、そんな話こんなところで話さないで。まったく。カムイさんは夜桜くんの助手なんだよね。そうよ。付き合ったりはしてないの、意識とか、オフィスラブ。私は死人ですよ。そんなのあるわけないじゃない。でもカムイさんが夜桜くんを見るにはなんかただの助手って感じじゃないように見えるんだけどな。気のせいです、でも心から信用はしてるわ。こんな堅苦しい私を意思を汲み取ってくれる人なんてそういないからね。そうなんだ、夜桜くんも十分リア充じゃん。これが今時の若者というやつか。苦手だ。でも、そうか、完全に闇からは抜け出せたんだな、よかった。ああ、いろんな奴が闇の中にいた俺に手を差し伸べてくれたから、俺はこうして光側にいる。その中にはお前やゴーキもいたんだぜ。そうか、よかったな、それなら俺が頑張った甲斐があったってもんだ。まあ、本当は俺もゴーキも生きていればよかったんだろうけどな。なあ、お前が死んだ時、ゴーキとか、その、レイヤとかはいたのか。ゴーキはいたよ。でもレイヤは見てないな、少なくとも冥界にはいなかった。そうか、ゴーキはあの世で元気にしてるか。さあな、あいつは地獄に落ちたからわからない。そうだったのか。俺も他の奴らも一緒さ、人を殺してきたんだ。冥界や天国なんかに行けるわけないだろ。俺は6名王になったことで冥界に留まることができて、今お前の前にいるんだ。それも簡単じゃなかったよ、水牢にそこにいるカムイに毒虫、その連中を倒して6名王だ。水牢を倒したのか、それに毒虫も。お前、冥界で強くなったんだな。
ああ、おかげで今は冥界最強の六冥王、閃光の剣士、夜桜六冥王、なんて呼ばれてるよ。うわ、似合わねえ。同感。あはは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 。セイレン戦出航します。セイレン戦出航します。行き先は崩壊、崩壊。今から30分後に到着しますので、そこまで長くない船旅をどうぞ堪能してください。出発か。ああ、ここからは荒れるぞ。いよいよ出発ね。さて、崩壊にたどり着く前に全員締め上げますかね。さあ、始まるわよ。崩壊にたどり着いた時、一体何人がこの船から降りれるかしら。さあ、各界の実力者を一瞬で鎮圧した魔法使い。これは戦わないなんてもったいないんだぜ。と言っても知ってるのはパラくらいだからな。魔法使いってことを隠されたらさすがにわからないか。あら、マリサじゃない。あなたも霊の剣できたのね。相変わらず面倒ごとが好きね。いやいや、今回は例外なんだぜ。相手は魔法使い、実力を見てみたいんだよ。それにしてもお前らはなんでわざわざ精錬戦に来たんだ。あやさんから私たちは七曜の魔女と相性がいいからって。それなら敵討ちもあるし、来ちゃったってわけだよ。確かに情報通りならこの二人は相性いいな。ならお前たちに先越される前に私も何人かは見つけて倒しておかないとな。あれ、知っててここにいるんじゃないの。この扉二つとそこの扉がターゲットの部屋だよ。本当か、お前らなら見つけるのもたやすいのか、助かったんだぜ。出航した、今から30分。存在を消すレベルで、息を潜めないと。相手はどのレベルの人を集めてるかわからない以上、慎重に考えるべきだからね。さあ、ゆっくりしよ。って言いたいけど、今回ばかりはそうはいかないかもね。幻想郷の人たちは何かと感がすごい。それにそこまで広くない幻想郷だ。顔ですぐにバレる。常に警戒はしておいた方がいいよね。気配が2つ、扉の前で止まってるな。ただの一般人という可能性もある。それに私ももううかつに戦闘に持ち込んで目立つわけにはいかない。頼むからそのまま立ち去ってくれ。いいか、全員が一気にやられたら意味がない。ここは各自で攻めるんだぜ。うん、マリサもお姉ちゃんも頑張ってね。油断しないようにね。それじゃあ行くぞ。3、2、1、スタート。さっきぶりだな。あら、宣戦布告に来たんだぜ。勝負だ。あら、もう、せっかちだな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。